皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのサックです。青白く光る神聖な存在フォースゴースト、オビワンやヨーダなど死してもなおルークやギンガの英雄たちに助言を与えてくれるありがたい存在です。いや、ちょっと待ってくださいよ。よくよく考えたら、死の概念を超越している彼らなら作中でもっとできることがあったんじゃないかと思ってしまいますよね。ドラマオビワンケノービでオビワンが助けを求めている時、エピソード5でベイダーとの対戦中、ルークがピンチに陥った時など、本当に助けを必要とする場面において、彼らがその場に現れることはありませんでした。さらに与えてくれるコメントもどこか抽象的な言葉ばかりですよね。しかしそこには、霊体サイドの深い事情があったんです。出現条件の難しさ、現世側にいる話し手の問題、さらにはフォースのバランスを保つための情報統制など、フォースゴースト側にも様々な制限がありました。ということで今回はフォースゴーストはなぜ肝心な時にいないのかについて解説考察していきます。まずそもそもフォースゴーストとは何かについて解説していきます。フォースゴーストはフォースを深く理解したジェダイが死後も意識を保って現世のものと交信できる、いわゆる幽霊的な存在です。ちなみにフォースゴースト内でもレベルがあるようで、修行が浅いと音声のみの更新になりますが、熟練したフォースゴーストは青白い光に包まれ、現世で生きていた頃の姿で登場することができます。現実世界でもマスターパダワンの階級があって息苦しいのに、フォースゴースト界でもレベルがあるっていうのは、まああれですね。でもってフォースゴーストになるにはどうしたらよいのかというと、第一人者のクワイガンによって概要が語られております。フォースには生きているものが持つリビングフォースと宇宙に存在するコズミックフォースが存在し、リビングフォースはあるものが生きている間、その瞬間に関わる力であり、コズミックフォースは現世の枠を超えて過去、現在、未来を通じて影響を与えるものとのこと。そして生きるものが死を迎えると、リビングフォースがコズミックフォースへ流れ込み、現世の三次元的な感覚を超えて時間の制限がなくなった世界へと移行します。すると当然、生前に感じていたあらゆる感情、思想もなくなり、現世とは全く関わりのない存在となるわけです。感情と思想を捨て、関わりを断ち切れる。上司に怒られた時には、かなり理想的な空間ですね。そんな中、徹底してリビングフォースに意識を向ける修行を行うことで、死後も生前と同じ感覚を持つ存在として意識を保つことができるようになるのです。そしてその状態でコンタクトを取りたい今を生きるものとパイプをつなぎ交信します。クワイガンによればミディクロリアンを通して交信できるとのことでしたので、フォースゴーストたちはコズミックフォースとリビングフォースの間をつなぐパイプ役としてミディクロリアンを使用しているわけですね。ということはフォースゴーストを感知できるのもフォースセンシティブに限られるということです。こうした経緯を経てフォースゴーストはフォースセンシティブの前に現れることができるのでした。つまり、フォースゴーストとして現れるためには、様々な条件を突破しないとそもそも出現できない。霊体の世界側でもかなりの苦労があるということです。しかしですね、今回特に言いたいのは、フォースゴーストは主人公たちがピンチな時に何をやっているのかです。意外と肝心な時には役に立たな。おっと失礼。引っ込んでしまっています。例えば、ドラマオビワンケノービー。アナキンが生きていたことを知ったオビワンは明らかに動揺し、ベイダーと対面した際には本来の力を振るうことができず、焼きジェダイにされてしまっています。オビワンが復活し、ベイダーを打ち倒した後、最後の最後でフォースゴーストになったクワイガンが、常にここにいた、お前には見えなかったが、と述べていますが、一番助けが欲しい時になんで姿を、いや、声だけでも聞かせてくれなかったんだマスター、となったはずです。さらにエピソード5では、ハンやレイヤーを救うため、クラウドシティに旅立とうとしたルークを引き止めるゴーストオビワン。私は火星できん、と言っていますが、でもその前に惑星ホスで登場していたので、ベイダーの前に姿を見せて動揺させるぐらいできたんじゃないでしょうか。極めつけはエピソード8で登場したゴーストヨーダ。雷を落として爆笑したり、ステッキでルークの頭をこづいたりしているので、その力で悪の存在を滅することができるのではと思うわけです。さらにエピソード9のルークはいろいろ投げやりになったレイがライトセーバーを炎に投げ込んだ時に明らかに物理的にキャッチしていますからね。ぜひその拳でパルパを殴っていただきたいと思ってしまうわけです。このように肝心な時にいないフォースゴーストですが、その理由を探っていきましょう。
その理由として大きなものは、フォースゴーストとして出現する条件に制限があることが関係しています。具体的に言うと、出現場所が限られるということです。先ほどフォースゴーストと今を生きる者との合祀にはミディクロリアンが必要だと述べましたが、その濃度、つまりフォースが強いところでは登場しやすく、フォースが弱い場所では登場が難しいのだと考えられます。そして場所とフォース濃度の関係なのですが、ヨーダ曰く、フォースは生命が作り出すものとのことなので、基本的に自然豊かな場所ではフォースは濃くなっており、逆に生命が住むのに過酷すぎる環境や機械で溢れたところはフォース濃度が薄くなるのだと言えます。ではフォースゴーストが登場した場所と照らし合わせてみましょう。沼地で覆われ暗黒面のフォースが強まる特殊な場所も存在するダゴバでは、オビアンの姿ははっきりと現れており、枝葉に物理的に干渉する場面もありました。また木々に覆われた自然豊かな惑星エンドアでも、オビワン、アナキン、ヨーダがバッチリスリーショットを決めています。ヨーダやルークが現れたオクトーも海に覆われた自然の惑星で、機械は海に沈んだ X ウィングぐらいです。対照的に極寒の土地であるホスでは、ルークの前に現れたゴーストオビアンの姿は非常に薄くなっていましたし、タトゥーインでのクワイガもオビアンに話しかけた後すぐに消えてしまっています。さらに空中都市クラウドシティがあるベスピンや宇宙要塞デススターでは、彼らはその姿を見せることはありませんでした。これはベスピンやデススターが機械によって形作られた場所だからだと言えそうですね。また出現場所の条件に関しては、更新される側、つまり今を生きる者側にも制限がありそうです。ミディクロリアンを介して更新を行うため、フォースゴーストを感知できるのはフォースセンシティブに限られるのですが、フォースセンシティブなら誰でもいいかっていうとそうではありません。クワイガンが現世のものとコンタクトを取り始めた頃、まだ音声のみの更新だった時はヨーダにのみその声が聞こえていました。このことから、普段から深く瞑想を行っており、フォースと強いつながりがあるものの方が更新相手に選びやすいと考えられます。エピソード3後、オビアンがフォース立ちを行ってしまったため、そこにいたはずのクワイガンと更新できず、フォースを取り戻した後にバッチリ会話できていることからも、現世を生きる者がフォースとどれほどのつながりを持っているかによって更新の強度が変わってくるのです。またフォースゴーストはライトサイド側の技術になるので、暗黒面が充満しすぎている場所、エクセグルなんかでは他の場所のようにバッチリ姿を見せたり、物理的に干渉することは難しいのだと言えそうですね。スマホで例えるとエクセゴルは県外も県外でしょうね。ということで、出現条件の制限としては、その土地のフォース濃度がどれだけあるか、またフォースゴーストの更新相手がフォースとのつながりをどれだけ持っているかが影響してくると考えられます。肝心な時にいないフォースゴースト、その理由は出現条件の制限にあるとお話ししました。しかし、現れている時にもっと有益な情報をくれたらいいのにって思いますよね。しかし、ここにも霊体サイドの事情があったんです。その理由とは、情報を何でも与えられるわけではないということ。またしてもヨーダの言葉に注目してみましょう。ヨーダはこの先の未来について常に移り変わっていると言っていました。そしてフォースの使い手がたびたび口にするバランスという言葉、このバランスが未来の銀河が光に傾いたり、あるいは闇に傾いたり、メトロノームのように動きながら適度なバランスを保つようなものだとしたら、未来の可能性を消すことはバランスを失うことにつながります。ということは、フォースのバランスを維持するためには、光と闇どちらかに傾きすぎるのも良くないけど、未来の可能性も潰さないように細心の注意を払って行動する必要があります。では未来の可能性を潰さないようにするとはどういうことでしょうか。推論を含んだ見解にはなりますが、現世を生きる者に未来の情報をつなげてしまうことではないでしょうか。現実世界ではものすごく小さなミクロの世界になると、外からの観測によって物質がそこにあるかないかが決定されるという事象がありますよね。銀河という広大なスケールからすれば、キャラクターたちが生きる世界は非常に小さなものなので、コズミックフォースのような広大な存在の一部であるフォースゴーストが現世の世界を観測する、つまり今を生きる者が本来知り得ない情報を与えて、その反応を見ることはご法度なのではないでしょうか。
となると、フォースゴーストが現世に干渉している時点で観測につながってしまうので、出現自体がダメなような気もしてきました。この問題を解決するには、フォースゴースト自身が未来の情報を持っていないという状況が必要です。フォースゴーストの登場シーンは、そのものが死亡した後に限られていますし、未来の情報を持っていたのであれば、もっと的確なアドバイスができたのではという場面もそこそこ見られます。また、フォースゴーストは現世の感覚を維持しているとのことだったので、未来の情報を知っていると、それはすでに現世の感覚から離れてしまい、今を生きるものと交信する条件が崩れてしまうのだと考えられます。なので、フォースゴーストは正確な未来の情報を持っていなかったとも考えられそうですね。ということで、フォースゴーストには情報を何でも与えられるわけではないという制限がついているため、ピンポイントな助言はしてくれないということにつながるのでした。彼らができるのはやはり的確な未来予知よりかは、その場その場に合わせたアバウトな助言やコメントのみということになりそうですね。以上が肝心な時にいないフォースゴーストの解説でした。まとめると、肝心な時にいない理由としては、現れる場所の問題、あるいは交信相手がフォースとどれだけつながりを持っているかという出現条件の制限がありました。また、なんでもっと重要情報を教えてくれないのかに関しては、未来のフォースのバランスを保つため、情報を何でも与えられるわけではないと考えられます。フォースゴーストは直接的に何か与えてくれるってことはないにしろ、古い友人に声をかけてもらえるってのはすごい励みになりますから、今を生きる者にとっては、とっても嬉しい存在だったんでしょうね。ちなみに、フォースゴーストになる手順。今この瞬間に意識を集中しながら、死後も生前の感覚を持つについてなんですが、かつて学校で授業を聞いている際、めっちゃ眠いけどなんとか意識を保っている。そんなことがありましたが、これもフォースゴーストになるための訓練だったっていうことですかね。じゃあ授業中に寝落ちしましょうってなると、ヨーダが爆笑しながら雷を落としてくるのでおすすめはできません。このチャンネルではスターウォーズを含めた様々な SF 作品をディープに解説考察していきます。今後も想像が膨らむような楽しい動画をお届けしてまいりますので、チャンネル登録グッドボタンで応援してくださいね。それでは次回の SF 作品でお会いしましょう。フォースと共にあらんこと。